IT 導入事例集ケース36、配車計画システムで物流改革。ここでは荷主と協力し、受注から配車計画、運行指示までをシステム化し、物流効率化を図った事例をご紹介します。最初に事例の概要です。この事業者はベテラン配車マンの不在中の業務混乱をきっかけとして、人材育成、ドライバー不足に対応すべく荷主と協力して、受注から配車、運行指示までの業務を見直し、データ連携を行ってシステム化を図ったという事例です。クラウド型配車予約、計画配車システム、ナビゲーション、動態管理までを複数のシステムを連携し、情報共有して業務を改善したという事例です。会社情報について説明します。営業所は3カ所。それぞれ荷主の商品センターに隣接した営業所から建設用レンタル足場材を現場に配送し、後日引き取るという事業を行っています。車両台数は42台、うち36台は用車となっています。課題とニーズについて説明します。この事業者はシステム化により経験の浅い配車マンでも配車計画ができるようにして、業務が拡大しても効率的に運用できるという課題がありました。また、荷主ともデータ連携し、配車情報を共有化し、業務全体を効率化したいと考えていました。業務課で受注業務の責任者やってまして、もう配車人間が入院しまして、で今までその私が配車やって、ほとんどやってなかったんですけど、急遽その配車もしなきゃいけないってことになったときに、この配車の仕事なんとかもうちょっと簡単にというか、なんてできないかなっていうのをずっと日頃考えていまして、42台今気配、日々毎日その専属車というのがいまして、そうですね、まあ、基本は全部小型クレーンが装備している車がほぼ基本で、1トン、4トン、いわば6トン車っていう、はい、7トンとか10トンですか。建設現場によっては現場も大きな現場もあれば、東京なんて本当に小さい車しか入れない、運動車も入れないような現場ありますので、はい、基本足場材だけですか、はい、足場材が種類が多い。昔は重量ですね、一本一本が重たかったので、はい、今はアルミに変わってきてるんで、はいはい、同じ大きさでも以前は20キロだった階段が今は10キロしかないもんですから、このライオさんの書かれてものすごく苦労したのが、私たちが今センターがこう分かれてるっていうことが一つと、あと車種も数の種類が、まあ、2トンから10トンまでの種類が多いっていうこと、あとはその大型規制がある道があるだとか、2トン車しか入れない現場があるとかっていうような細かい指示が必要になってきて、データがちゃんと入力されないと2トンの仕事を10トンが3つぐらいこう乗っけちゃおうっていう指示を出しちゃうんですね。まあ、実際のところはなかなかそれが、ね、不可能だったり、やっぱりちょっとその入力のミス、あとは車を当然預かって仕事を振るわけですから、こっちのシステムは50台いたらなんとか30台にまとめちゃおうっていうシステムですけど、こっちはなるべく仕事を渡さなきゃいけないのでその配車を、まあ、最終的な段取りを決めるのは一人でやってましたけど、変更がものすごい多いですよ。変更キャンセル、まあ、抵抗だけじゃなくて工程の遅れとか、まあ、一応明日の配車は一発目は今日の、お昼までには一回確定、の営業時間が、まあ、ざっくり言えば8時から16時までなので、入手できる時間ですね。まあ、一番多いのはその6トン7トンクラス、40分もあれば詰めるんじゃないかと思うんですけど、それ1台が多い時は40種類、50種類も詰むので、もうそれになっちゃったら1時間半とかかかるんですよ。なので私と申し上げるのがある程度配車組んで、で時間になったら女性が1回データ吸い込んで、でそのデータで配車組んで、各センターにこういう配車ですよっていうことを。でその間にまた変更がありますから、また次は3時までの間、3時がまあほとんどそのできるんですよ。じゃあ以前はどんな会社やってたのかって言ったら、本当に 手書きでもうなんか変わっちゃえばもう消して書き直し、消して書き直し、消して書き直し、ただそれは台数が少なかったんですよね。で20数台しかなくて紙ベースですよね、本当に紙ベース。
32台をじゃあ紙ベースでやれって言われたらもう絶対無理。ファックスでもらったのを自分たちが入力してたらそんなもなく時間かかってしまったんで、あのデータ入力っていうのがあって初めて成り立ってる。実際にそのオーダーの中身ではなくて、まあ、顧客の、まあ、現場の登録ですよね。それだけやってもらってるんで、1日にやっぱり 3,4 現場新しく新規って言います、はい、もう本当に目まぐるしく新しい現場ができて、その横では全数引き上げて現場がどんどん終わっていってる。受注した子は全て自分が受けたやつをすぐ入力しようって。そうすると、あさってのも入れますし、ずっと投資で1週間、2週間の仕事も全部入れるので、誰がいつどこの現場で取ったかっていうのがデータすぐ分かる。やっとなんかこう今までの手作業がデータ化されたっていうことが非常に大きいかったんですよね。こんな感じでよろしいですか。はい。でこれがその、まあ私たちが今会社をに使っているクラウドの画面なんですけど、あの先ほどのデジャブロ、はい、で、ここにはその専属の、埼玉というかこのセンターの私たちが今普段使っているドライバーの名前とその車の大きさ、はい、まあ、3トンとか、あと、まあ、4段だとかブーツの長さだとか、あと積載が何キロなのかっていう情報だけこの名前をつけてます。で埼玉、千葉、神奈川、愛がね、3センターの専属のドライバー全部ここにで、青だと黄色だって、これ青が、まあ、あの納品ね、品物納品、色分けもできます、ね、今色分けは自分で勝手にやってるんですけど、はい、例えば、まあ、このように親会社の方からこういうパックが、まあ、7月14日に2トン分の引き取りを大田区から取れませんかというようなざっくり意味なんですよ、はい、そうすると大田区から2トンの引き、まあ、時間の指定ありませんから誰かが近くに行った車をと思ってこうやってざっと調べたときに、まあ、これ4トンとか、まあ、10トンとかありますけど、まあまあ、例えば、まあ、例えばですけどこの中区に、まあ、横浜の中区に行った車に大田区だから行かしちゃえと、だったらじゃあ1時に大田区2トン分あとユーザーが例えば、まあ、お客さんのこういう形で、まあ、ざっくりお客さんの現場名前とで引き上げなんで、まあ、色をちょっとつけるようにして、うん、とここにコイン入るわけです、はい、まあ、これ仮の廃車なんですけど、はい、そうすると、こうなりますね、うん、そうすると例えばこうすると、じゃあ1時に行きますよとかいうのをまた返信します。それを受け取ったやつを、まあ、こういったデータに入力していきます。でこれがこのがライダーに行く元のデータなんですけど、まあ、新規登録っていう画面で開けて、でここにこれは親会社、まあ、荷主さんの管理ソフト、はい、そうです。私もあの訂正できるように私も見れるようになってるんですけど、はい、ここにこの情報を入れていきます。でこの情報を、はい、荷主さんと平松で共有しているという会社と、はい、ですから平山さんとしてもこれもシステムの一部ですね。そうです、一部ですね。これがないと、はいはい、できない。こうやってあの受注番号を確定しているものが重量が出てるんです。明細が出てるってことですね。それは見れば中身も分かると、はい、そうですね。もう7月14 19日のファインっていうお客さんの7879キロの10トン車の荷物がもう確定してる。このデータをライナで取り込みます、うんうん、でライナが3つの情報を別々に取り込みます。所在地と注文と荷物っていうカテゴリーがあって、自主点検のは無資格です。で今ライナ2の画面でデータ、さっき の, その配車1段の入ってた打たれたデータを今その所在地注文荷物で、呼び込まして配車指示を加工して、はい、あの CSV が出るように、はい、でもそうです、そうです。現状絶対みんな保管があるだけですね。でこれで今1回配車を日付を明日の分にして
で、これ廃車を組む。だ1回も組んでるので、もうすぐ廃車は終わりましたって。で、実際に12時、まあ、1時からこの、まあ、2時半の間に付け加られた内容とか変更した内容がないかチェックしながら、これが元々のこの廃車になる前の形。なんか変更あった？ちょっと増えたぐらいですか。増えた、これちょっとチェック入れていく、はい、実際の廃車との差を。センターで緑が走行で、青があのお客様の踏み下ろし。茎センターに入って走って現場に行ってっていう感じ。ここは、今空白待ち時間。待ち時間、はい。これは一応手書きの会社表。そうですね。はい、まあ、手書きというか、まあ、まあこういったのが、はい、全部いったら、はい、こういう、あ、エクセルに進めるんだ。書式を見た形に、でこの書式をここに、例えば内装書式の名刺を出すとか、かなり強力なカスタマイズに協力感じる。こうやったらさ、一回さ、ナビ入れ込んでくんない？これは書式をナビに合うようにユーザーがエクセルを書くと CSV を作るというか、まあ、本当にリポートするだけなんですけど、現場の住所と、ユーザー名、現場の所在地ですね、現場の所在地インポートするところがいい。で、これはナビタイムの画面、ナビの画面なんですけど、でこれで設定から、はい、中山です。この、はい、で、ここに設定のところに、まあ、インポートするのがあって、このライナーデータをナビタイムにドロップで落とす。すると明日の日付に合わせると未確定なんですけど、例えば木村さんって人はライオンズマンション池川っていうところに行くんですけど、これをライナーのデータがそのまま今のナビのデータに今入ってます。ドライバーさんのデータ、そのドライバーが ID とナビタイムにログインしている人。これ今私の名前で今ログインしてますから、はい、今埼玉のセンターにいて、で例えばこの桶川っていう現場に行きたいと、そこでナビゲーションするとこの現場までのナビが始まる。システムの導入コストについて説明します。今回は4つのシステムを連携して活用しています。まず中心となる自動配車システムはパッケージソフトで約600万。次にナビゲーションシステムは法人向けサービスで4人の管理者とナビの要望のあった25台のドライバーが利用することで月額10万2500円。そしてクラウド配車予約システムは無料のサービスで費用はかかっていません。最後に車載用のタブレットは42台の一括契約で月額25万2000円。これらすべてで初期費用600万、月額費用40万4500円です。車両1台分を換算すると月額9631円となっています。システム導入の期間について説明します。システム検討期間が2年ということですが、これはシステムの検討、業務の見直し、荷主との協議などの期間や
システム選定も合わせて十分な時間をかけたということでした。システム導入については、契約後、打ち合わせ、マスターの整備、必要なシステムカスタマイズ、導入指導などを合わせて約1年かかりました。長期間になっていますが、一つのシステムで全てをカバーすることは難しく、また荷主側のシステムにも変更が必要であり、4つのシステムが連携するためのデータの整備などで少しずつ導入し、十分なトレーニング期間を経て実運用したということです。成功のポイントについて解説します。将来の人材不足への対応を業務プロセス見直しによる効率化として考えたこと。荷主と連携することで配車情報のデータ共有をできるようにしたこと。時間をかけて一つのテーマずつ取り組んできたこと。一つのシステムで全てを解決するのではなく、有償無償のシステムを目的に合わせて利用し、教育し、納得してもらいながら進めてきたこと。事例企業ではまだ道半ばと考えています。荷主と連携できたとはいえ、産率の向上のためには、荷主顧客である建設会社とも連携するなど、さらに業務改善していこうとされています。失敗のリスクについて解説します。ベテランに頼った業務運用で属人化に陥ると、その人がいなくなることで業務に支障が出る。荷主専属の業務において、荷主に頼り切ってしまい、効率化ではなく従属化になってしまう。マスターやデータの整備、デジタル化を中途半端で終わらせてしまい、手作業とファックスに頼ってしまう。責任者だけで構築し、現場の人材育成をせずに運用できないシステムになってしまう。運送会社は輸送サービスにとどまらず、荷主の物流を担うパートナーとして物流改革を進めていただきたいと思います。ぜひ参考にしてください。ありがとうございました。